お世話になります。様のお電話でよろしいでしょうか。はい、そうです。この度の事故では大変ご迷惑をおかけしておりますが、私、怪我の方を担当させていただきますでございます。はい、よろしくお願いします。今、10分ほどお電話大丈夫でしょうか。はい、お願いします。ありがとうございます。早速ですが、お怪我のご様子はいかがでございますか。はい、怪我の様子は救急隊と警察の方にはご報告をさせていただいて、はい、はい、ちょっと病院に行こうと思ってます。どちらを怪我されました？今一番痛いのはブレーキを踏んだ状態でそのまま衝突したので、右足のふくらはぎが一番筋が張っていて痛い、右足のふくらはぎ、はい、状態になっています。あとはハンドルに両腕をぶつけたんですが、外傷的にはまだあざとかにはなってなくて、腕の方ですね。はい、ハンドルを握ってそのまま衝突した時に肘がハンドルに、そちら右手ですか左手ですか。両手です。それとあと、はい、首がガクンとなっているので、はい、ちょっと首、あと首とかは大丈夫ですか。首の筋はちょっと感じてますね、痛みを。あ、首、うん、首、腰なんかはどうですか。腰の右側がちょっとひねって痛い感じはあります。でも、もう右足のふくらはぎが痛すぎて一番、はい、ちょっと他の痛み感じてますけど、正確にはちょっとどのくらいの大きさかっていうのは今、はいちょっと痛み引っ張られちゃってます。なるほど、はい、頭というのはどういう字を書かれますか。はい、生年月日を教えていただいてよろしいですか。はい、昭和50年11月23日になります。昭和50年11月23日、はい、はい、病院様はどちらへ行かれる予定ですか。まだ連絡はしてないんですが、にあるなんだっけな、あそこだっけな、今ちょっと携帯で話しちゃってるんで調べられないんですけど、携帯を見ていただいて病院様のお名前を教えていただくということで、今診察券ありました。診察券あります。はい、メディカル、はい、ああ、そうなんです。電話番号わかりますか。そちらには書いてない。整形外科042 042、保険屋さんだったらそっちで調べてくださいね、次からは。はい、はい、はい、わかります。保険屋さんの仕事してくださいね、お願いしますね。ちょっとお理解いただいて大丈夫ですか。ちょっと直接お尋ねした方のが間違いがないなと思いますので。何の件でしょうか。という整形外科さんでよろしいわけですね。はい、そこでそこに行こうと思います、はい、そこじゃないともう足の状態的にいけないので。なるほど、わかりました。救急隊の方と相談してそこに決めました。ああ、そうなんですね、はい、どんなお仕事をされてらっしゃる方なんですか。自営業で、この間はちょっとお仕事の方は休まれるような感じですかね。そうなります。そうですか。今日も仕事だったんですけど、それが一つ飛んでしまってて。ああ、なるほど、はい、休業保障の方はですね、はい、確定し前年度の確定申告書のコピーがワンセット必要になりますが大丈夫ですか。はい、はい、はい、じゃあ早速の方に、連絡をしてですね、はい、治療費の方は私どもの方にご請求いただくようお願いしてみますので、また結果報告させていただきますが、病院さんとのやり取りをするのにですね、はい、個人情報の同意書が必要になりますので、はい、郵便番号からご住所よろしいですか。東京、はい、はい、そうです。でよろしいですか。はい、分かりました。じゃあとりあえずですね、さんの方に連絡をしてですね、はい、治療費のは私どもの方にとりあえずご請求いただくようお願いしますので。わかりました。また結果報告させていただきます。よろしくお願いします。今日からもう病院さんはやってらっしゃる感じですかね。まあちょっと調べてみてですね、はい、これから僕子供の学童にお迎えに行ったりとかもあるんで、 あと行けなかった仕事の処理とかもしないといけないんで、はい、はい、でもなるべく早く、もう今日か明日には行きたいなと思ってはおります。あ、了解しました。もし病院がお盆休みとかでなければ、そうですね、はい、すぐに電話して結果報告します。了解しました。はい、失礼します、はい。きます。ひろとくんありがとう、本当来てくれて。ここの交差点です。この交差点でドーンと一時停止無視の車が出てきてぶつかってしまいました。いや本日ですね、前から付き合いのある YouTuber のリバー系ローライダーさんのお兄さんひろとくんと車の撮影何かできたらいいねなんて言ってて、ひろとくんのお家に行こうと思ったんですよ。ピンク色の綺麗な一軒家、リール動画ね最近インスタで凝ってるんですけど映えるなと思って行こうと思って向かってる最中だったんですね。それがこんな結果に陥ってしまいました。しょうがないですね。じゃあちょっと一回コンビニでも行って休憩します。まあ不運でしたけどね、仕方ないですね。一本手前曲がっちゃいましたね、左に。すいません、その先の左側にファミリーマートがあるんですけど。わかりました。車がどんな状態かもう一度映してみましょうか。ね。あ、一応ライトがつくかどうか、確認しながら。あ、来ました。あー、綺麗だな。わー、綺麗だ。ベコベコのナンバーだとヤンキーの自己式ナンバーみたいですね。なんか走り屋とかこいつすげえ攻めてるなこのテレシオみたいな。自己式もちゃんと綺麗にやっぱ光ってないですもんね、下の方が、はい、これっすよ、自己式の光り方が。いろいろと詰まっている今後の予定に合わせて車が直ってくれるでしょうか。いや僕もでもひろとくん来てくれて気持ちが楽になったです本当に。まあ落ち着いて相手にも対処してたし、笑って話もしたし、まあ仕方ないことは仕方ないことですよねと。保険屋さんがこの後スムーズに対処してくれたら、まあそれで助かりますっていうふうにお伝えさせてもらったんですけど、で相手も事故が初めてだと、一時停止なのに全く確認しないで出てきて、で僕が車近づいてブレーキを踏んだ後もこっちに気づいてなかったんですね。だから相手の側面に僕がそのまままっすぐ当たった状態なんですけど、流れてなかったですよね、皮膚が。はい、だからそういう状態だったんで、本当、まあ、不運というしかないというか、そうですね、バンパーだけで、まあ、とりあえずは、そうですね、自己式ナンバーとバンパーと。そうですね、まあ、ヘッドライトとか、なんか、グリルとかも結構いってたら、結構。いやひどいですよ。でそういうフレームがちょっとでも歪んだら、もう事故車扱いですからね。幸いというか、まあとりあえずは動けるというか、そうですね、自走はできるんで、故障がショックっていうのもあるんですけど、この状態でやっぱり身動きが取れないというか、車を修理したときに、まあ台車があってもいいとは思うんですけど、このセルシオで撮影とかもできないんで、だから違う撮影お願いします。違う撮影をで例えばそうフロントバンパーがいってても、車を出してなければ、自分で走れるから、バッテリー動画できるですもんね。まあそうですね、エアフロとかバッテリー動画、なんか違うところだったりとか、そうですね、時間も持ってかれますし、仕事も持ってかれますから、でもしんさんの動きが少し止まっちゃうのも、ちょっと僕はすごく悲しいっていうのは、すみません、そうなんですよ。でしかも YouTuber って、休業保証とか、職業として認定されにくいんで、出ないんですよ。全然お金にならないっていう、だからマイナスになるだけなんですよね、だからやっぱ、結構、相手側も気をつけて、いやー、もうしょうがないですよね、でとにかく相手は、もう僕が悪い、すいませんでした、すいませんでしたっていうふうに謝ってくれてはいたんで、10-0にはならないと思うんですよね、でも一応言ってきました。警察の前で、はい、ちゃんとやれよって言ったら、ふざけんなよ、畜生っていう気持ちも正直あるんですけど、でも、やっぱり世間様なんで、どんな状態でも、ちょっと落ち着いて話はしたんですけど、ちゃんと内容は伝えましたね、保険屋さんと話すときは、でも覚えてなさそうなんですよ、なんかそんな感じですよね、なんか。分かってる人じゃないと多分。でもやっぱここで言うしかないんで。いや本当そうですね。はっきり言っておかないと。はい。そう、あなたに負担がないんであれば、保険屋さんが全部賄ってくれると思うんでっていう一応コツは伝えたんですけど、民事なんで警察不介入なんで、警察の前で全然話しても全然 OK っていうか。でもまあ何の約束にもならないですよ。まあそうですね。まあ一応動画を撮って証拠という感じで、そうですね。多少は何かあっても相手の顔を映すわけにはいかないですけど、音声は撮れてると思うので、もしまあやってくれたらやってくれたで、ああいい人だったなってなりますし、やってくれなかったらまあ世の中ってこういうもんだよねっていう動画が撮れると思うんで、まあ時間もかかりますけどね。時間が持って帰るのが悔しいです。そうですね。僕橋本で一応そうですね、橋本付近ですって入れてくれてます。俺それ気づかずに橋本付近ですってまた俺入れちゃった。みんなあ大丈夫ですかって言ってくれてる。怪我してないですかって。はい。様のお電話でよろしいですか。はい、そうです。はい。様の方に連絡をしてですね。県にご請求いただくよう。完了しましたんで、了解しました。その報告でございます。わかりました。それと処方箋が出ましたら近くに薬局さんというのがあるそうなんで、あ、もう横にありますね。薬局さんそちらに処方箋を提出していただければご負担のないようにできていますので。わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと気をつけていただきたいことがあります。はい。30日以上通院の間隔が空いてしまうと治ったという判断になりますので気をつけてください。そうですね、はい、コンスタントに行こうと思います。そうですね、はい、ご来るまでのご通院で大丈夫ですか。一応そうですね、ちょっと足がひどい場合は車で行きたいなとは思うんですけども、はい、よろしくお願いいたします。そういう場合はどうすればいいですか。はい、車で行く場合はどうすればいいですか。ガソリン代が出ますので、はい、通院交通費明細書の方に距離を書いていただいてですね、はい、ご請求いただくようお願いいたします。了解しました。あとはくれぐれも30日以上空けないようにご注意いただくようお願いいたします。わかりました。あと書類の方をお送りしてですね、はい、わかんないことあったらまたご連絡いただくようお願いいたします。わかりました。はい、よろしくどうぞお願いします、はい、あとご心配なんてございますか。あと車が壊れている部分はどうなるのかなと。それはですねというものが物損の方の担当になりますので、はい、改めてご挨拶差し上げることになります。はい、その連絡をいついただけそうですか。今日中には行くかと思いますが。わかりました。はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあお答えの方よろしくお願いします。はい、失礼いたします。はい、失礼します。ちゃんと登録しておかないと。別の方担当すると申しますので、はい、今後よろしくお願いいたします。事故の状況ですね。一時停止はされなかったということを前提ではあるんですけれども、現場の方では謝罪があったかと思うんですけれども、双方に過失が発生するっていう見解ではあるんですね。ドライブレコーダーの映像があるということだったので、はい、なので今ですと十字路で車側に一時停止があるっていうもの、それでこちらが2割ほどの過失代。頭が2割というほどにはなっております。相手の車の修理代の2割を僕が負担するんですか。で、僕も自分の2割を負担するんですか。はい。